ハリー・リーロイ・ハラデー3世は、アメリカ合衆国コロラド州デンバー出身のプロ野球選手。宇藤右打。2000年代の MLB を代表する先発投手の一人。ESPN から2000年から2009年までの10年間の、オール・ディケードチーム先発ウン部門に選出されている。19世紀のガンマンの毒ホリデーに、名前が似ていることから、毒という愛称を持つ。 コロラド州のアーバダ西高校に在籍時は野球部で投手として通算22勝1敗を記録しているほかバスケットボールでも活躍当時の野球部チームメイトは原で絵がバスケしているのを見に行くと野球部の奴らはみんな彼がダンクするたびに着地で足首を痛めていないことを確認しては安堵のため息を漏らしていたと証言している 1995年6月に MLB ドラフトでトロントブルージェイズから一巡目指名を受け入団。同年はマイナーリーグのルーキー級で先発8試合とリリーフ2試合をこなしプロ1年目を終えた。1996年はアディビ A 級ダニーデンで球団マイナー組織最多の15勝を挙げ球団マイナー最優秀選手とフロリダステートリーグのオールスターに選出される。 1997年には AA 級ノックスビルで開幕を迎え、すぐに AA、A、級シラキュースへ昇格。当時ハラデーはまだプロ3年目、20歳でシラキュースが参加するインターナショナルリーグでは最年少だった。1998年9月20日にメジャーデビュー。21歳130日でのデビューは球団史上3番目の若さだった。 二度目の登板となった9月27日のシーズン、最終戦では9回に死まで、相手打線を無安打に封じる好投を見せる。続く1999年には先発とリリーフの、両方をこなして8勝7敗、防御率3.92位を記録し、直エース候補として期待されるようになった。しかし、2000年は極度の不振に陥り、成績が4勝7敗、 防御率10.64と低迷。これは10試合以上に先発登板した投手で、歴代ワーストの防御率となった。これにより、翌2001年シーズンの開幕を、マイナーアーディビ A 級ダニー,イーデンまで降格して、迎えることになった。ハラデーはこの時、8歳の時以来味わったことが、ないという挫折感を味わった。前の年に、スランプになって、自信を失い、 自分の投球に疑問を持つようになった。まるで悪夢のようで、最初の一週間は信じられなかったという。そこで、ダニーデンでは、投資コーチのメルクイーンと共に、投球フォームの改造と精神面の強化に取り組んだ。投球フォームは腕の角度を下げるようにし、それによって、シンカーがより大きく沈むようになった。一方のメンタル面では、心理学者二人のカウンセリングを受けた。 また、心理学者、ハーベイドーフマンの著作ザメンタル、ABCs of Pitching, A Handbook for Performance Enhancement を妻に、勧められて、手にし、これは、今でもハラデーの愛読書となっている。こうした道のりを経て7月にメジャーに復帰すると、16、先発中13試合で、クオリティスタートを記録する安定した投球を披露した。翌2002年は、 シーズン開幕から先発ローテーションに定着し、アメリカンリーグ最多の239.1イニングを投げ19勝7敗、防御率2.93を記録した。オールスターゲーム初選出、初登板も果たしている。オフにはチームと1年382万ドルで契約を延長。球団から強く期待をかけられ、2003年は、 自身初の開幕投手となる。3.4月は一勝もできずにいたが、5月1日から11、当番連続で勝利投手となり、その間に防御率も4.89から3.57まで回復させるなど、次第に調子を上げていった。9月には6当番で5勝を上げ、23イニング連続無失点、41イニング連続無自責点も記録。 最終的には22勝7敗、防御率3.25204奪三振、ホイップ1.07という好成績を収めた。シーズン終了後には、球団史上3人目、4度目となるサイヤング賞を受賞し、4年4200万ドルでの契約延長も手にした。2006年5月13日、 敵地でのデビルレーズ戦に当番主関東勝利を挙げるサイヤング賞を受賞してから数年は怪我に悩まされた。2004年は2回故障者リスト入りし、8勝8敗、防御率4.20と不本意な成績に終わった。7月の故障者リスト入りは、コントロールが定まらなくなった、ハラデイに対し監督のカルロストスカが、これ以上投げさせると、 選手生命の危険にさらすことになると判断したことによる。2005年は、チェンジアップを改善させたことが功を奏し、7月3日、までは12勝4敗、防御率2.33という成績を残す。これにより一時は2度目のサイヤング賞受賞も有力視されたが、7月8日のレンジャーズ戦で、ケビン・メンチの打球を左足に受け骨折し、翌日に故障者リスト入り、 そのままシーズン終了まで復帰できなかった。しかしチームは、ハラデーを高く評価し、2006年のシーズン開幕前に、2008年からの3年総額4000万ドルで契約を延長した。2006年は、脱三振よりもコントロールを重視し、相手打者を打たせて取ることに重点を置いた。しかし、右の上腕筋に張りを感じたため4月9日の次の、登板を、 回避、さらに9月20日のヤンキース戦でも途中降板して、シーズンを終えた。脱三振率は6年ぶりに6.00を下回る5.40だったが、3年ぶりに30先発、200投球回、15勝を突破し、防御率3.19は、リーグ2位の好成績だった。2007年は5度目の開幕投手を務め、デーブ・スティーブの球団記録を更新。 この年は、急性中衰炎を発症したため5月11日に、緊急手術を受けることになった。復帰まで4週間から6週間はかかると見られて、いたが、わずか20日後の5月31日には復帰。この離脱を除けば1年間フルに働いたシーズンで、前年に続き16勝を挙げた。このように故障続きだった、原でだが、 2008年は故障者リスト入りせず1年間投げ続けることができたシーズンとなった。5月18日のフィリーズ戦では志願して7年ぶりにリリーフ当板。この試合を除く33試合の先発当板すべてで5イニング以上を投げる安定した投球で2003年以来のシーズン20勝と自己最多の206奪三振を記録した。 強豪のレッドソックスとヤンキースを相手に発祥したハラデーをサイ・ヤング賞に推す声もあったが投票では最多勝利と最優秀防御率の2冠を獲得したグリフリーの後陣を敗した2002年以降の7年間ブルージェイズのエースとして投げ続け計113勝を挙げたこれはその期間中ではロイ・オズワルトに次ぐ MLB2 位の記録である しかしその間、チームは一度もポストシーズンに進出できていない。この7年間の勝利数上位12投手のうち、ポストシーズン出場経験がないのは、ハラデーだけになっていた。2009年、ハラデーは、開幕から好調を保ち、6月7日の、ロイヤルズ戦では両リーグ最速で10勝に到達。続く12日のマーリンズ戦では股関節を痛めて、故障者リスト入りするが、 復帰後は、オールスターゲームで、アリーグの先発投手となるなどの活躍を見せていた。だがブルージェイズは、オールスターゲーム時点で90試合を消化して44勝46敗の地区4位と、このシーズンもポストシーズン進出は、絶望的な状況に追い込まれていた。オールスターゲームに先立って7月7日、ブルージェイズ GM の JP リッチャーティが、それまで、 堅くなに拒否してきたハラデーのトレード交渉を受け付ける用意があると表明。さらにハラデー自身も現行の契約が2010年に満了するまで契約延長交渉には応じないとの意向を示した。このため遺跡が確実視されるようになり、ポストシーズン進出を目指す複数のチームがハラデーの獲得に名乗りを上げる争奪戦となった。しかし、ここで リッチアーディが交渉の要点を自ら漏らしてしまったことや経済不況の中で各球団が安価な若手有望株を出しぶる傾向にあったことなどから交渉が難航する。ハラデー獲得が本命視されていたフィリーズもすでにメジャーへ昇格していたサワン、JA ハップにマイケル・テイラーなどマイナーの有望株3選手を加えた条件でオファーを出したが リッチアーディが強気な姿勢でこれを拒否したため、諦めて、インディアンスのリー獲得に方針を切り替えた。結局、トレード期限の7月31日までに交渉は、成立せず。チーム事情を理解しているファンは、本拠地球場、ロジャースセンターでの最終登板となる同月24日の、試合で、ハラデーにスタンディングオベーションを送り、赤別の意を表したが、 その後もハラデーは、シーズン終了まで、ブルージェイズに残留して、投げ続けることになった。トレード騒動の影響もあってか7月には調子を落としたが、9月には3冠プを含む4勝を挙げ、月間防御率1.47と復調。最終的には2年連続の防御率2点台に加え、自己最多の208奪三振、共に、両、リーグトップの9冠と、 4冠風を記録した。敗戦数は2年連続の2桁となったが、敗戦試合10試合での味方打線による、援護点は合計でわずか22点にとどまり、シトガストン監督は、ハラデーの当番時に限って沈黙する打線を投げた。シーズン終了直前に、リッチアーディが GM を解任され、公認のアレックス・アンソポロスが引き続きハラデーのトレードを進めることになった。 11月に入り、フィリーズ GM のルーベン・アマロジュニアが、アンソポロスと接触し、トレードを打診。さらに、フィリーズは夏場に、インディアンスから獲得していたリーを、シアトル・マリナーズへ送る形での三角トレードを、模索した。2009年オフに4球団、9選手が動くという大型トレードが成立。ハラデーは、カイル・ドレーベック、マイケル・テイラー。 トラビスダーノートの交換でフィリーズへ移籍することになった。移籍と同時にハラデーはフィリーズと2011年以降の3年6000万ドルで契約を延長した。2010年4月5日の開幕戦で先発。ナショナルズ打線を相手に7回1失点で勝利投手となる。するとそこから4位連勝。さらに5月には29日のマーリンズ戦で MLB 史上20人目の完全試合を達成した。この試合以降も、防御率は2点台前半を推移する安定感で、エースとして、フィリーズを牽引する。7月下旬にはオズワルトが加入し、ハラデーとオズワルト、そしてコール・ハメルズの3本柱は、頭文字から、H2O と呼ばれるようになった。前半戦終了時点で47勝40敗の、 ナショナルリーグ東地区3位だったフィリーズは、後半戦に入って、勝率を上げていき、9月7日には、地区首位に浮上する。初めてのポストシーズン進出争いを経験する、ハラデーは、毎日フィールドに来るのが楽しくて仕方ないと、喜びの感情を見せていた。ハラデーは怪我なく1年を乗り切り、リーグ最多の250.2イニング9巻等で21勝を上げた。 そしてフィリーズは、地区優勝し、4年連続のポストシーズン進出を果たす。ハラデーにとっては、初のポストシーズンであり、レギュラーシーズンでの疲労から実力を発揮できないのでは、という声もあった。だがレッズとの地区シリーズ初戦に登板した、ハラデーは、ノーヒットノーランを達成し、周囲の不安を一周した。しかしフィリーズはこのシリーズを3勝0敗で制した後、 ジャイアンツとのリーグ優勝決定戦では2勝4敗に終わり敗退。リーグ3連覇及びワールドシリーズ出場はならなかった。シーズン終了後、ハラデーはサイアング賞を受賞。史上5人目の両リーグでの受賞となった。年間2回のノーヒッターは、史上5人目の快挙で、ノーランライアン以来の達成となり、 完全試合とノーヒットノーランでの達成は、史上初の快挙であった。2011年は惜しくも無冠に終わるも6年連続の16勝以上となる19勝、4年連続の2点台となる、自己最高の防御率2.35、4年連続の200奪三振となる、自己最多の220奪三振を記録して、フィリーズのエースとして君臨した。 5年連続のリーグ最多関東、4年連続のオールスター選出も果たし、油が乗り切った円熟の投球を見せた。サイヤング賞の投票では、投手3冠王を達成したクレートンカー賞に次いで2位に入った。2012年は、スプリングトレーニングから、急速低下によって調子が上がらず、周囲に不安を抱かせたままシーズンに突入した。 開幕後も休息は回復せず、4月は防御率こそ1.95と、その影響を感じさせない数字だったが、脱三振率は低下していた。5月は防御率6.11と絶不調に陥り、5月29日に右肩のハリで故障者リストに入った。オールスター明けに復帰したが、その後も前年までの投球を取り戻せず、苦しい投球が続いた。 8年連続の2桁勝利はクリアしたものの100イニング以上投げた年では最低となる防御率4.49前年まで5年連続でリーグ最多を記録していた関東も12年ぶりに0に終わるなど不本意なシーズンで通算200勝に大手をかけてシーズンが終わった。投球の軸となるシンカー、カッターの平均球速はそれぞれ 約91.1マイル時速 146.6km、約89.4マイル時速 143.9km で、前年の約92.7マイル時速 149.2km、約91.5マイル時速 147.2km から低下し、ゴロ率も地震平均より10%下回っていた。また、カーブ。 スプリッターでの空振り率も前年より低下した。急速はブルージェイズ時代の2009年頃をピークに低下を続けていることもあり、年齢的な衰えも指摘されるようになった。2013年4月14日に行われたマイアミマーリンズ戦で通算200勝を達成。しかし5月6日に右肩の故障で故障者リスト入りし、5月8日に 関節教師化手術を受けることが発表された。リハビリを経て、8月25日のアリゾナダイヤモンドバックス戦で復帰。13試合に登板し4勝5敗でシーズンを終え、2005年から続いていた2桁勝利が途切れた。10月31日に FA となり、12月9日にフルスブルージェイズと1日契約で合意し、 この年限りで現役を引退することが発表された。引退後から飛行機教習所に通って操縦免許を取得。2017年10月13日に念願だったという水陸両用小型飛行機を38万9000ドルで購入し、自ら操縦することを趣味としていたが、同年11月7日に単独でフロリダ沖を飛行中に メキシコ湾に墜落し死亡。満40歳没。機体から遺体が発見された。死警察の捜査などから、事故原因は危険操縦の疑いが高いとされており、上空約30メートルから海上、約2メートルの高さまで急降下し、再び急上昇するという操縦を繰り返していたことが、その様子を撮影した動画の存在によって明らかになった。婦人も、 できれば、飛行機に乗って欲しくないと話していたという。ハラデーのブルージェイズ在籍時の背番号、32。トロントブルージェイズの永久欠番に2018年、指定。ファイル、フィルシャーリデー、PNG ハラデーのフィリーズ在籍時の背番号、34。フィラデルフィアフィリーズの永久欠番に2021年、指定。その死を痛み、2018年2月12日。 フルス、ブルージェイズは同年開幕戦よりハラデーの在籍時の背番号32を永久欠番に指定することを発表した。2019年1月23日、資格取得1年目でアメリカ野球殿堂入りを果たす。2020年2月4日、フィリーズはハラデーの在籍時の背番号34を永久欠番に指定することを発表したが、 新型コロナウイルス感染症の影響により、結番表彰式は延期され、翌2021年8月8日に取り行われた。ハラデーの投球フォーム90から94、マイルパーアワーのカットボールが基本球種で、ツーシーム、シンカーなどの速球系を主体としており、フォーシームは持ち玉としていない。変化球では、チェンジアップのほかナックルカーブ、スプリッター、 スラーブも持ち玉とする。なお、ハラデー本人は、ツーシームとシンカーは別球種として使い分けており、ゴロを打たせる方をツーシームと称している。これは、ハラデーからアドバイスを受けたコールハメルズも同様にツーシームと呼んでいる。プロ入り前と現在を比べると、チェンジアップを投げる割合が増していると、高校時代のチームメートは言うが、基本的には、シンキングファストボールで、 相手打者にゴロを打たせる投球が持ち味の投手である。松井秀喜はこのシンキングファストボールを甘い球に感じても思ったより逃げて沈む。打つ時は厳しいコースになると表現し、ハラデーを最も打ちにくい投手と評した。またシンキングファストボールと他の球種との組み合わせについて、オーブリーハフは彼の速球は96から97。 マイルパーアワーも出るほど、凄まじいわけじゃない。けど彼には、あのカッターと、シンカーがある。まずカッターが、内角に来て、それから外角へシンカー。こっちは、勝ち目がないよと話している。ゴロで打たせて取るグラウンドボールピッチャーであるため、球数が少なく、結果として長いイニングを投げることが可能である。シーズン230投球回突破は6度記録し、 2009年以外はリーグ最多だった。また、関東数でも7シーズンでリーグ最多となったほか、2008年には4試合連続関東も記録している。このような同級スタイルになったのは1998年1999年2004年の3シーズンにわたりチームメイトだったパッドヘントゲンの影響でヘントゲンはハラデーに 三振は過大評価された指標だ。7イニングを投げきれなかったら勝ちはないと思え。リリーフが君に勝ちを拾ってくれるなんて考えは甘いと教えたという。しかし校長寿には脱三振数も少なくはなく、5シーズンで200脱三振を達成。脱三振率でもサイヤング賞を受賞した2003年は6.90。 同章投票で時点だった2008年は7.54、2009年は7.83という数字を残している。良し球は少なく、良し球率は2003年1.08、2008年1.43、2009年1.32、2010年1.08となっている。身長66の長身や広い肩幅など、投手としては理想的な体格を持つ。 この体をベストの状態に保つために1年間を通しての綿密なトレーニングプログラムを組んでいるのでこれまで2006年と2009年の3月に開催されてきた国際大会ワールドベースボールクラシックにはアメリカ合衆国代表のエースになれるだけの実力を持つにもかかわらず出場しない意向を示しているありがとうございます